阪神・小野寺弾劾野手26が19日西宮市内の球団事務所で契約公開交渉を行い200万元の1500万円でサインした金額は推定写真左手首負傷で振るわず悲壮感を漂わせる小野寺5年目の今期は6月19日に左手首の人体、人帯を損傷し2軍での長い調整期間を強いられた シーズン終盤に復帰したものの一軍では25試合に出場し打率148本塁打打点ともになしと振るわなかった契約更改を終えた小野寺は今年は怪我もあって思ったような成績が残せなかった球団からはまた来年外野のライバルは多いですけどそこをなんとか来年勝ち取ってほしいという話をしてもらいましたと話した 近本や森下、前川らとの外野争いは熾烈。外野一本で、今まではいろんなポジションを練習してちょっと中途半端になってしまっている部分があったので、一番うまい外野手を来年は目指したいと思いますと力を込めた。また、オフは大山らと合同自主トレを行う予定。大山さんと今年も一緒にやらせていただきます。何年も一緒にやっているので、大山さんから、 もっとこうしたら。というアドバイスをくれるのでそういったところをいろいろ試しながらレベルアップできればなと思いますとさらなる成長を誓う。